1861年から1889年のダコタ順州ダコタ順州は1861年3月2日から1889年11月2日まで存在したアメリカ合衆国の自治的領域、すなわち順州である。その領域はルイジアナバイ州でアメリカ合衆国がフランスから購入した200万平方キロメートル以上の土地のうち、 一番北の部分に当たる。ダコタ巡州の領域の大半は、もともとは、ミネソタ巡州とネブラスカ巡州だった。ネブラスカ巡州のほぼ北半分全域と、ミネソタ巡州が1858年に州に、昇格した時、自治化されなかった地域の初期開拓者らは、同年、ヤンクトン数族との条約が調印され、ダコタ族の土地のほとんどが、 アメリカ合衆国に割用された頃、非公式に暫定政府を樹立し、アメリカ合衆国の遵守となるべく、働きかけを行ったが、不成功に終わった。しかし、当時大統領就任直前のエイブラハムリンカーンとは、義理のいとこにあたる JBS トッドが自ら請願を行い、連邦議会が正式に、ダコタ遵州設立が承認されるのに、 その後3年はかからなかった。1861年3月2日に、連邦議会自治法により、自治化され、準州となった。この時点でのダコタ準州は、現在の南北ダコタ州の他モンタナ州及び、ワイオミング州の大半を含む面積を持っていたが、1868年までに、これらに地域も、 順州として分離したため、ダコタ順州はほぼ現在の南北両ダコタ州を合わせた領域に減少した。ダコタ順州の地図、1886年頃、順州とは1861年から1883年まで、ヤンクトンに置かれ、その後ビスマークに移された。ダコタ順州は1889年に、ノースダコタ州とサウスダコタ州に分割された。 一つの準州から二つの州の昇格を認めるということには多くの理由があった。準州内には二つの人口の中心があり、それぞれ準州の北東と南東の隅にあり、その間は数百マイルも離れていたことが一つの理由だった。さらに国政的に見れば、一つではなく二つの州とすることで上院議員定数が増えるので、この地域を地盤としていた。 共和党はその議員数を増やすことができるという、目論みがあった。準州となった後しばらくの間、人口の伸びは、ゆっくりだった。その後1870年から1880年に、かけて、ダコタブームとなり急激な伸びとなった。はじめ人口の伸びがゆっくりだったのには、多くの理由があった。主な理由として、数族インディアンが大変敵対的と考えられており、 初期開拓者には脅威となっていた。その勢力は徐々に平定されてゆき、脅威はそれほど深刻なものではなくなっていった。人口増加は鉄道網の発展、特にノーザンパシフィック鉄道に追うところが大きかった。ダコタ巡州にやってくる開拓者は他の西部巡州からのものもいたが、ヨーロッパの北部と西部から来るものも多かった。その中には多くのノルウェー人、 ドイツ人、スウェーデン人及びカナダ人がいた。タコタでの生活は農業と肥沃な土壌により営まれた。小麦が順州の主要貫金作物となった。1880年代には小麦価格の下落やひどい干ばつに見舞われ、順州は経済的困難に直面した。その他の経済活動としては工業と牛牧場業があった。 ブラックヒルズで金脈が発見され、その地域に多くの開拓者を引きつけた。この人口増加によって、食肉生産量の増加が必要となり、牛牧場の経営は、ダコタの広大な土地において結出したものになっていった。ありがとうございます。